皆さんこんばんは。ファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で104回目になります。いつもありがとうございます。今回は青森県の弘前市弘前ねぷた祭りをご紹介します。それでは今回もよろしくお願いいたします。ということで、ファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で104回目になります。100回目から今年4年ぶりにコロナ禍を経て4年ぶりに通常開催された東北の夏祭りを特集しているんですが、今回は青森の三大ねぷた祭りの一つであります弘前ねぷた祭りをご紹介させていただきます。それではお楽しみください。どうぞ。
青森県の弘前ねぶた祭り、いかがだったでしょうか。本当に初めて行ったんですけれども、沿道とかにもお客さんがすごくたくさんいて、とても賑わって盛り上がっておりました。それでは、次回は宮城県でございます。ご紹介させていただきます。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。